CP2900 のグラードンを逃したわけですが、落ち込んではいられない。この先に、レベル5の卵が3連続で並んでいるのです。うまくいけば3連戦できます。トレーナーがいるか不安ですが。信号に捕まってしまった。この位置からでもジムに入れそうなので入る。出現からすでに8分ほど経過している。ウムウニメイか。なんとなく集まりそうな予感がするので入ってみる。まずは3名、最終的に8名になりました。しかしここでも8名しか集まらないか。グラードンのゲージ技は大文字。全滅。勝利です。結構余裕でした。寒いと鼻水が出て仕方がない。鼻が刺激に弱いんだと思う。辛いの食べると鼻水出まくります。ヒコボンのいらない情報です。ジムの赤だし貢献度も赤。ここに来てやっと赤チームが優勢になった。ボールが11個だと精神的余裕ができます。思わずずっこけるヒコボン。今のはどういうことなんだろう。気を取り直してもう1球。ダメか。よしゲットだぜ。評価を見てみよう。うむ、この先に深間近なレベル5の卵が2つ並んでます。次はこれだ。停車してでもケムッソを捕獲していくスタイル。ケムッソケムッソ。今日は晴れてるのに寒い。これが冬ってやつか。奥の卵が先に出現している。奥へ行くか、出現間近なこちらにするか。今動いても中途半端な気がしたのでこちらにすることにしました。ジムも防衛したい。まあすでに防衛してくれているので大丈夫なんですけどね。とりあえずこちらにもトレーナーさんがいる感じなので、終わった後にみんなが向こうへ移動すれば大丈夫でしょう。ジムの経験値が入るので木の実を投げておきます。出現が迫りました。あっという間の20人。20人も残っていたのか。勝利です。お、技マシンスペシャルだ。ボールは10個。ジムが自チームでありがたい。
よしゲットだぜ。評価を見てみよう。うむ、あんまりだな。よし、奥のグラードンへ行こう。別に走る必要もないですけど、走りたい気分なので走ります。たまにはこういう感じもいいでしょう。ラプラスダッシュとかしたかったな。その頃はガメスマホを使っていたので参加できませんでした。今年の7月までガメスマホだったので、今のスマホにしてからはのびのびとプレイしてます。おかげでレベル上がりまくりです。ガメスマホに苦労してる姿は昔の動画にあると思います。制約の中で精一杯のポケ活でした。まさかの1名、こんなにあっという間に履けてしまうのか。まあさっきのトレーナーさんたちがやってくると思うので入ってしまいます。最終的に10名になりました。大丈夫ですね。しかし日曜の時間で10名か。これ逃したら厳しいものがあるな。常に人がいる渋谷は異常なんだな。勝利です。お、また技マシンスペシャルだ。黄色が貢献度1位だ。そしてジムが自チームで助かった。よしゲット。こういう時は即ゲットなんだよな。あの CP2900 の時が嘘のようだ。評価を見てみよう。うむ、あんまりだな。レイド情報を見てみよう。大宮公園にレベル5の卵が出てる。しかしまだ負荷まで40分以上ある。やっとこの状態に来たか。これぐらいののんびりさでいいよ。卵の負荷まで第3公園の方まで行っていたらまた出現してしまった。この間に視聴者さん2名に出会う。大宮公園で下手なことはできないな。超絶ギリギリ間に合った。ついて即バトル。勝利です。ありがたい、このジムの自チームだ。ボールは11個、行くぞ。ここでクリティカル、あの CP2900 の時に出てくれれば。評価を見てみます。うむ、あんまりだな。おっと、ニアバイに黒い影が。ついでに捕獲しておこう。よし、この花図鑑登録完了。影の時点でアチャモだと思っていたのは内緒だ。ここで前にお会いした視聴者さんに出会う。 EX レイドパスが当たったとのこと、おめでとうございます。続いて大宮第二公園です。かつてこんなに移動するゲームがあっただろうか。そこが面白いんです。さっきお会いした視聴者さんの EX レイドはこちらの時計塔だそうです。トレーナーがどんどん集合しています。またしてもギリギリ間に合いました。今回全バトル自撮りも加えてみたのですが、カメラのアングルを決める作業ができたので結構大変です。他のトレーナーさんが映り込んでもいけないし、ゲーム画面だけより情報量が増えていいかなと思って試してみました。画面の空きスペースはあるわけですからね。最終的に20人になりました。戦闘開始。勝利です。
お、わざましんスペシャル。わざましんスペシャルは、良い具合の出現率だな。少なくもなく、多くもなく。いや、もうちょっと出てもいいかな。よし、ゲットです。評価を見てみよう。うむ、あんまりだ。こういうの多いな。マジカル号で周辺のレベル5の卵を探してみるも、トレーナーが集まりそうな場所にはないようだ。まあ今日は十分やったと思う。これで帰るか。もうすぐで日も落ちそうだ。すごい寒い。手の指がもう棒みたいに動かないです。何が私をここまでさせるのか。まあポケモン GO のせいですけどね。外で遊ぶ感覚とテレビゲームが合わさった新しいタイプのゲーム、もうしばらく遊べるといいな。人がいてのポケモン GO ですから、やる人がいなくなったら終わりです。ここで終わると思うでしょう。ところがギッチョン、ステラタウンに出現間近なレベル5の卵を発見。ステラタウンならトレーナー集まり。マクドナルドでスポンサージムです。最終的に最大の20人、このステラタウンは平日の昼でも集まる印象です。倒しました。ここも青チームか。今日は常に青チームだな。勢力がすごすぎる。今日2度目のクリティカル、 CP2900 の時に出てくれれば、私はしばらく引きずるタイプです。評価を見てみよう。ダメだ。小さな公園にレベル5の卵が連続してあったので、道すがら寄ってみることにしました。ニレンちゃんに引きつけられたトレーナーがいるかもしれない。ついて驚いた。暗い公園にたくさん人がいました。良い地域である。ここも青チームか。今日は常に青チームだな。勢力がすごすぎる。電柱の明かりの下が絵的に怪しくて面白いかなと思いまして。まさかここのレイドがこんな人数で成立するとは思わなかった。直前で2名抜けたけど大丈夫かいな。勝利です。金釣り13個も今度は増えすぎて逆に問題だな。ジム防衛で金釣り投げまくりだ。ボールは9個か。よし、ゲットだぜ。
評価は相変わらずの全体的にとても強いだ。これ多すぎる。すぐ隣にグラードンが出現しちゃってます。急がねば。まださっきの公園に残ってるトレーナーさんたちもいると思うけど、こちらでも18人。すごい地域だ。うちの地元じゃ考えられない。勝利です。ボールは8個。今日8個多いな。グレートを出し続けるマシーンと化したヒコボン。俺はグレートマシーン。黙々とグレートを出し続けるマシーン。さらばグラードン。もう残念なる気力もない。もう近くにレベル5のレイドはない。これにて終了です。寒さで指が冷え冷えです。この状態で湯船に浸かるのがまた最高なんだ。自分で沸かさないといけないのがなんだけど、家に帰ってすぐお風呂に入れる人はいいな。それにしても今日は昼からよくやった。昼食も食べられなかった。ハードなのでとてもおすすめできないです。というわけで今日の結果報告です。結果は11勝3敗。捕獲率的には決して悪くない。ただCP2900 に逃げられたのが痛かった。まあ焦っても泥沼なので、これからはのんびりやります。多分